どうも、クーニーです。本日は謝罪動画となっております。今回はクーニーがご迷惑をおかけしてしまった件についてお話ししたいと思います。なお、今回撮影をさせていただいているのは大阪にありますエースファクトリーさんの店舗内で許可をいただいて撮影しております。今回クーニーがご迷惑をおかけしたのがエースファクトリーさんに対してです。エースファクトリーさんは軟式の野球チームをお持ちなんですけれども、先日クーニーズも友人さんとの公式戦で対決させていただきました。その試合でエースファクトリーさんの3番バッターに元中日ドラゴンズ、昨年まで現役をされておりましたプロ野球選手の平田良介さんが出場されておりました。で、こちらの様子をですね、クーニー TV でも配信させていただいたと思うんですけれども、こちらの動画に問題がございました。というのも、エースファクトリーさんはですね、YouTube チャンネルをお持ちなんですけれども、そちらのチャンネルの方でも平田さんの特集を考えられていたそうです。いろいろと企画を練っている中ですね、まだ配信が終わっていない、されてない中、クーニー TV で先出し配信、フライング配信をしてしまいました。このことによりまして、エースファクトリーさんの YouTube チャンネルに多大な損害を与えてしまいまして、企画自体を潰しかねない。本当にですね、ご迷惑をおかけしたということで、今回直接謝罪をしに参っております。で、本来ならですね、その平田さんのクーニー TV で配信した動画に関しましては、YouTube 即刻削除するべきだと思うんですけれども、こちらはエースファクトリーさんのご配慮によりまして、配信を取りやめておりません。まあ、配信をですね、取りやめたところで、クーニーがですね、フライング配信した事実はなくなりませんし、削除したことで、まあ、お互いにですね、何かあったんじゃないかというふうに、ちょっと疑心暗鬼、ユーザー様がなるかもしれないということで、お互いにメリットがない。ということで、ご配慮いただきまして、配信を継続させていただいております。ただ、クーニーとしましては、本当にエースファクトリーさんのチャンネル自体にも申し訳ないことをしましたし、平田さんの動画をですね、フライング配信したことによりまして、多大な迷惑を平田さん本人にもかけておりますので、この場をお借りして謝罪したいと思います。申し訳ございませんでした。そして、今回ですね、エースファクトリーの野球チームの監督でもあります。高井さんにこの場に来ていただいております。高井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。高井さん、この度は本当にご迷惑をしまして、申し訳ございませんでした。はい。まあ、あのですね、クーニーさん、すごい YouTube で頑張ってるチャンネルでですね、僕もすごいリスペクトしてまして、今回ちょっとその平田の YouTube がですね、いきなり特集みたいな形で上げられてしまって、ちょっと僕らはびっくりしまして、すごい遺憾になってたんですけれども、まあ、あの会社の社長といろいろお話しした中で、まあ一番平田にとって一番ベストな形を取らないといけないよっていうことと、まあ、クーニーさんにしてもそうですし、僕らにしても、やっぱり野球が大好きだっていう過程の中で、やっていかないといけないっていうことをやったので、まあ、今回この謝罪会見の謝罪動画っていうのを、了承いたしました。なぜ僕がこういうすごい遺憾を表明したかといえば、平田自身があの時ってまだ入部してなかったんですよ。まあ、これからどうしていくかっていうところの中で、まあ、うちのチームに幼馴染が元プロ野球選手 の万谷っていう選手がいてたんですけれども、はい、まあ、そこに一回この軟式野球を、まあ、遊びにちょっと来てみひんっていうところからのスタートやったんですけど、軟式をこれからやっていくのかどうかわからない中 でうちも YouTube やってるじゃないですか、はい、で久美さんも試合したんで分かってると思うし、うち YouTube 回してなかったんですよ。それはやっぱりあいつのことをもう考えないといけないなっていう中で、うちの確認もなくしてしまったということは、やっぱ反省していただきたいですし、もちろんこの YouTube に対しては、まあ、これからも僕はファンでもありたいんで、まあ、いつまでも怒ってても仕方ないので、まあ、きちんと和解したっていうところが僕が出ることによって、みんなに分かってもらえるんだればいいのかなと思って来させていただきました。ありがとうございます。はい。平田さん自身にもちょっと。はい。軟式野球を、はい、こう気軽に始めたところに、はい、プレッシャーを与えてしまったなとも思いますし、そうですね、はい、でヤフーニュースにも載っちゃったじゃないですか。まあ、クーニーさんのところのピッチャーがやっぱりもともとヤクルトのドラフト1位でフォーク三振っていうすごい絵になるような一打席目あったんで、はい、まあ、それもちょっとあれですごい拡散して、
うちのお店の方にも、平田に呼ぶしたんですかみたいな問い合わせの電話がめっちゃあったりとか、はい、次エースファクトリーさん野球どこでするんですかみたいな、でも平田いない場合もあるじゃないですか。はい、あの時はまだ分かってなかったんで、まあ、結構いろんな混乱を招くようなことがあったらあれだなと思ったんで、まあ、実はもうでも入部しちゃったんですけどね。そうですよ、よかった。はい、はい。まあ、このチャンネルでね、はい、言うていいのかあれなのかわからないんですけど、はい、今言ったように入部したので、入部の経緯とかその辺だけはちゃんとしてもらいました。はい。じゃあ今後そのエースファクトリーさんのチャンネルで、はい、はい、ちゃんとした発表はさせていただきます。はい。いや、よかったです。なんか、それを聞いて。はい、そうです。完全に企画自体が、もう流れてしまったら、本当に、視聴者の皆さんからしても申し訳ないと思ったので、はい。いや、もう本当にね、これを機会に仲良くしたいっていうのは、もう、上辺だけじゃなくて、はい、やっぱりこう、こうやって、せっかくこうやって、くんじさんが YouTube で回し、謝罪動画していただけるんであれば、僕たちもその誠意っていうか、その気持ちに対して、精一杯応えたいって思いましたし。じゃあ、僕のせいで何かこう、ジャッジさんとの関係値が、すごく悪くなったとかは、ひょっとしたらクーニーさんのおかげで入部したかもわからないですね。はいはいはい。だからもうあの時はうちではそのまだ入部がどうか分かってないので、なんか商品にしてしまうのではなくて、まず野球を楽しんでもらうっていうところで、ね、僕たちもあのクラスの人間と野球できることをすごいこう興奮したので、その YouTube 撮るとかいうよりかは、こうやっぱり一戦で活躍された方と一緒に野球できることをまず楽しもうっていうことで、もうそういう撮影はやめとこうって、まあ、インスタとかは上げさせてもらったんですけど、はい、っていう流れでしたね。はいはい。だからもう今は入部したんで、もう全然大々的にやっていただいてもいいのかなと。だから配信を取り消さなくてもいいって言ったのが、やっぱうちとクーニーさんがなんかおかしな関係になっても嫌ですし、で平田君が入部してくれたんで、まあ、我々でのしべてももうこうやってお話ししてちゃんと謝罪もしていただいて、わざわざ大阪まで来ていただいたので、逆にこれを機会になんか仲良くなっていただければ、貸し位置にしちゃってすいません、はい、でもそれだけ本当にやっぱり平田さん その教習に関してすごく大事にされてるなっていうのも分かりましたし、はい、まあ、そこを踏みにじってしまった、まあ、僕すごくやっぱり改めてお話聞いて申し訳ないと思いましたから、はい、今後はこんなことがないようにですね、はい、運営していけたというふうに思っていますから、はい、今後ともちょっとできれば、はい、付き合いいただければというふうに、もう僕の中では、はい、大阪に来られる、謝罪させてくださいって言っていただいた時点で、はい、もう気は晴れてるじゃないですけど、全然怒ってなかったんで、本当にでもそのね、一言言いたかったですし、まあ、それでもちゃんと言い訳せずに、すいませんってフライングしちゃいました、やっちゃいましたって言っていただいたら、これ以上僕も言うことないんで、ただクーニーさんのね、登録してるこのファンの皆様に僕も気に入られたいじゃないですか。本人呼んでます、平田さん。はい、平田が出た方がファンの皆さんも、はい、僕が出るより平田に喋らす方の方が、でそこでちょっとトークじゃないですけど、なんか聞きたいこととか喋っていただけたらいいかな。はい、はい、クーニーさんのためちゃいますよ。はい。こっちのファンの皆さんに、ね、僕は嫌われたくないんで。いや、よかったです。呼んできましょうか。いいですか、すいません。わ、はい、かりました。ちょっとじゃあ、はい、はい、ありがとうございます。僕もらいたいな。はい、ということでエースファクトリーの平田良介さんに来ていただきました。平田さん、この度はご迷惑をしました。いや、もうそんなとんでもないです。怒ってたよ。いや、怒ってないです、怒ってないです。はい、怒ってないですよ。めちゃくちゃ体大きいですね。ありがとうございます。全然、胸板とか確かに全然違いますね。はい、もうちょっとボテッとしちゃいましたけどね。やっぱ現役時代にもちょっとあれですか、体重を増えたんですか。そうですね、体重は落ちたんですけど、力士さんみたいな、はい、こうパッて張りのあるような体だったんですけど、今ちょっとボテッとしちゃって。体脂肪率は現役時代は何パーセントだったんですか。現役が 14% ですね。 14%、 そうですね。じゃあそこをキープしつつ、はい、体重も増やしたんです。はい、そうですね。28日ですよね、現役引退が発表されたの。はい、そうです。あれ1月なんで。そうですよね。すぐですね。まだなんか、現役されるんじゃないかみたいな話もやっぱありましたし。はい、はい、いや、もう聞いたらいいんじゃないですか。せっかくね、本人は、まだやると思ってたみたいですよ。あ、そうなんですか。そうですね、やっぱ、年内っていうのはやっぱ決めてたんですけど、マンタニからその最初の声いただいた時っていうのは、まだ自分は現役でやるっていうふうに考えてたので、
もう年内っていうのは決めてたんですよ。で、その前からやっぱ万谷からちょっと草野球出えへんっていうお話をいただいてたんで、最初はあのちょっと待ってっていうふうに言ってたんですよね。戦力外、まあ、一応そうですね、あの引退するか戦力、あの戦力外になるか選んでくれっていう。そのよくあのプロ野球選手だと BC とか独立リーグに行かれてからまた夏場の7月ぐらいに NPB に行って目指せるパターン結構あるじゃないですか、はい、そこはあまり意識されなかったんですか。そうですね、やっぱそういうお話もいただいてたんですけど、あの自分の中で NPB であの終わりたいっていうのと、まあ、NPB にこだわってやりたいなっていうふうに思ってたので。独立とかからオファーはありました。あ、なるほどね。はい、独立だと3球団ぐらいですかね。そんなにいないんですか。やっぱまあそれはそうでしょうね、はい、あとはあの海外の独立リーグもありましたし、プラスアルファで、あとオーストラリアと今オーストラリア両大関西、あ、うん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 、多分あの系列だと思うんですけど、あのインスタの DM でインスタの DM 来るんですね。フランクですね。はい、はい、あ、そんなノリ。そうです、初めましてみたいな感じで、あの私あの、オーストラリアで独立リーグやってますみたいな感じ で日本人、あ、日本人で、エージェントですかね。あー、あ、そういうことね。で、はいはい、こう、オーストラリアの野球を盛り上げていこうと思ってるんで、あの一回来てみませんかみたいな。社会人とかもあったんですか。兼任、兼任コーチって、あー、選手兼コーチって立場ですか、っていうお話はいただいてました。まあ、ただ、まあ、そこもやっぱり NPB にこだわりたかったので、あの本当申し訳ないんですがっていうことをさせていただきました。すごいなって考えたら、断られてんのにエースファクトリー野球を入れるから、これが大好きだ。万谷さんにそもそも誘われたのはいつなんですか、はい、あれも12月の中旬ぐらいやったと思うんですけどね、はい、あの野球おいでやって。でもその頃はやっぱまだオファーがあるかもしれないっていうので、はい、一旦保留してて、で28日の引退発表してからちょっとこう、はい、やってみようかなってなってきたんです。そうですね、やっぱりこう野球が好きですし、その気持ちはずっと変わってなかったので、やっぱりこうプロ野球選手っていうのは引退しましたけど、野球はやりたいなっていうのがあったので、そこでやっぱ声いただいてたら草野球行こうって、本当軽い気持ちで、はい、参加させていただきました。僕らも驚きましたね。オーダー表になって平田って書いてて、はい、スイングだ、分かる、いや軟式無理やんとか思いながら絶対これなるやんとか思って、はい、しっかりこれになってましたね。2打席目になってました。あれ公式やったらもしかしたら言ってるんですか。そうですね、僕のイメージではライト線ファールかペン直かぐらいだなと思ったんですけど、やっぱりその感覚だったんですね。はい、そういうスイングされてましたね。でも軟式、はい、どう、難しい、難しいですね。クーニーズのことはご存知だったんですか。あ、もうもちろん知ってましたよ。もうだってやっぱ野球の関連とかって来たら絶対にもうクーニー TV 来るじゃないですか。はい、だからえ、クーニーズってあのクーニーズかなって思いながら、はい、え、なんかやっぱ有名人やみたいな。逆にその感覚、ちょっともちろんちょっと恐縮ですけど。いや、もうだからもうすっごい、もうちょっともう気持ちかかって行ってたんですよ、球場。そうだったんですね。はい、めっちゃ張り切って、もう、で、相手ピッチャー、元プロ野球選手やって、川上君、よし、よっしゃ、これまっすぐ来るやろ、全然まっすぐ来る。待て、ちょっと待てよ、みたいな。そんな、の三振の球、何やったあれ。あ、フォークですかね。フォークです。はい。あ、ストレートずっと慣れて攻められてたの。ずっとフォークとスライダーで、ずっと攻められてました。全変化球だったもんな。はい。最後もずっとフォークです。もう、まっすぐも、ちょっとこう、まっすぐ見れる。結構いい動かしてはったんで、通信を持ってるので多分曲げてるんですよ。あれ曲げてるっすよね。はい、しかも打席自体ももう僕シーズンの時もほとんどもう試合出てないし、うんうん、そっからちょっと空いてるじゃないですか。めちゃくちゃ久々の打席だったんですよ。で、ね、俺もっとこうまっすぐでドーンみたいなやらしてくれよみたいな。手袋をつけなかったらなんでなんですか。で、あのグリップ巻いてあるし、はい、素手でいいかなと思って。そういうことなんですよ。甲子園もそういう感じだったんですか。はい、甲子園高校野球も、はい、そうです。グリップ巻いてるし大丈夫。はい。プロは？プロは手袋つけてました。ああ、プロはグリップないですもん。はい。木なんで滑るんですよ、素手だと。今後何してもずっとあれですか？素手でいかれるんですか？そうですね。今のとこそう考えてます。すごいな。2打席目、3打席目はある程度まっすぐ投げてましたね。そうですね。はい、多分2打席目のファーストぐらいでまっすぐ攻めれると思ったと思うんですよね。
実はあれ、川上が単純にスロースタートなんですよ。あ、そういう、なるほど。アップが上手じゃなくて、はい、温まってくるのが3、4回からなんですよ。なるほど。そういうのがあるね。そういうのがあるんですけど。なるほど。143出てませんでした。かって142、だから、はい、あの川上君に1キロ負けた言うて、あの春に145出すって言ってましたよ。すごいっすね。あいつ40っすよ。はい、やっぱ関西レベル高かった。関西その元プロの方が一生懸命してるっていうのがすごい多いですね。それこそもみふんさんとかバンとされてましたし、ね、しっかり送りバンとされてましたもんね。いや、裏話じゃないですけど、その万谷がその平田を連れてくるときに、僕らってやっぱ全どんな選手だろうが全力疾走と、やっぱこう、あのうちやっぱ野球部員が28人出るんで、そんなにいるんですか。やっぱ出れる選手と出れない選手っていうのがやっぱいてるので、やっぱ出てる限りは一生懸命絶対どんなキャリアを持っててもやらないといけないっていうことがあったんで、ぶっちゃけたし万代に、俺平田が全力疾走してなかったら平田に怒られへんからお前に怒るよみたいな話をしてた時にでも盗塁のサインがしたんですよ。はい、ちょっとそう、俺そう、それ思ったんですよ。このタイミング走ったと思って。いや、もう、だからね、あの、走るって言ったら、サインが出てやりますとか言ってたんで、盗塁のサイン出したら、ほんまに盗塁して、はい、で、何年ぶりって言ったら、4年4年4年ぶりですって言ったら、まあちょっと、あの、かわいそうなことしたなと。はい、あと最後のスライディングは、なんか、どうなってたんですか、あれは、アウトのタイミングと思ったんですよ。はい、だから、避けたんですよ。あ、ちょっと奥気味に。だから、こう、立ち上がってこなかったんですよ。そうです。あ、そら、こけた感じでね。はい、はいはいはい。避けてたから、立ち上がってこなかったんです。はい。あれもスキルが入ってたんですね。そうですね。で、まあ、僕の勝手な固定観念なんですけど、すごい一流でやられてた人って、どっかこう、あ、かな。ですよ。ないですよ、ね。あ、ゼロでした。本当に。はい。なんか、キャタレスみたいな感じで、あ、ええやつみたいな感じでしたね。はい。はい。ほんまにそんな感じでした。実際、まあ、エースファクトリーさんになってくると、毎週毎週日曜日あるじゃないですか。はい。やられるんですか？もう全参加です。全参加されるんですか？はい。もう野球が好きなんで。いや、僕もだ気使って練習試合とかは、いいよって言ったんですけど、全部行きます。みたいな。はい。いや、ぜひまたクーニーズもお手合わせいただきたいものですけれども、はい、また公式戦の全国大会かかった舞台ところで会えるように僕らも東京で頑張りますので、そうですね、また全国でお会いした時はぜひ、はい、あれ、あの大阪クーニーさんは今年はどうするんですか。大阪クーニーさん一応今年は僕以外のメンバーが盛り上がってるんで、はい、彼らが一応やるって感じです、ね、あ、そういうことですか。クーニーさんはあの僕はその行けるタイミングだったら行くっていう。なるほどですね。前みたいにこうガッチし僕が毎回行くのは難しそうなんですけど、はい、じゃあお互いが全国でやり合うしかないですよね。そうですね。はい。はい、あの、まあ、こういうことありましたけれども、はい、逆にこういうことがあったからこそ仲良くしていけたというふうに思います。いや、本当に、これなんか野球だからこそじゃないかも、なんかスポーツって、なんか本当に、こう、つながってるものが一緒なんで、本当に分かり合えるっていうのが素敵なスポーツだなって僕思ったんで、逆に本当に今後ともよろしくお願いします。お願いします。なんで皆さん、軟式野球、これから本気でぶつかっていく、毎週日曜日の参加、全参加する、平田さんの活躍、今後お楽しみください。おそらくエースファクトリーさんのチャンネルでも、その勇姿がまた流れていくんですよね。あのね、試合はね、再生回らないんでね。そうなんですか。そうなんですか。見てもらいましょう。これを気に入ってもらいましょう。はい、YouTuber をお任せして、僕らは頑張っていこうかなと思ってます。まあ、今回 の歌詞じゃないですけど、うちの特集と か, なんかうちの選手特集みたいなことをやっていただいて、こう全国にうちの選手を広めていただけるっていうのはお願いします。いや、むしろ、はい、やらせていただけるんですか。いや、もう本当にそれはもう本当にこういう形で言っていただければ、はい、まあ、本当に平田君 もう入部してたら全然 OK で、まあ、今日もこうやって来てくれるような本当にいいやつだと思うんですよ。だから逆にどんどん買ってください。はい、カットの特集とかやってください。いや、いいですね。はい、どんな生活を送ってんねんって、ちょっと密着とかやってください。一番気になるかもしれないです。そうでしょ。そうでしょ。ぜひやらせてください。はい。ぜひお願いします。はい。お願いします。ということで、いろいろありましたけれども、はい、今回はですね、エースファクトリーさんのご配慮よりまして、いろいろと助けられましたけれども、引き続き楽しい動画を作ってまいりますので、今後ともクリーン TV をよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。それではエースファクトリーさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
今日の動画は以上です。以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。